ハローワールドアイシャです。ディープラーニングの世界37回目の今日は T5 を扱います。この T5 は Google 君が出してくれた強強トランスフォーマーなんですけど、まあ本当にね、研究の歴史の中でも非常に意義深いいろんな発見というかいろんなことを明確化してくれた研究でございます。今回はその T5 についてそのモデルもさることながら T5 で一躍注目を浴びたテクスト o テクストの話だったりとか、もう T5 がやってくれた超偉いこと、ここら辺をね、サクッと説明していきたいなと思います。 じゃあ、早速今日も本編に行っていきましょう。はい。というわけで、まずはこの T5 について見ていきましょう。で、この T5 は。はい、じゃじゃーん。テキスト2テキストトランスファートランスフォーマーの略でございます。T が5個あるから T5 です。で、この T5 はこんな論文で紹介されました。はい、書けました。この9名の方たちによる Exploring the limits of transfer learning ウィザーユニファイドテキスト e テキストトランスフォーマーということでね。いやー、いい論文なんすよ、これで。いいタイトルなんす。まあ、これぜひね、この後みんな読んでほしいなと思うんですけど、最近流行ってましたよね。プリトレーニングしてファインチューニングするっていう、このアーキテクチャ。これをこの論文ではトランスファーラーニングって呼んでます。このトランスファーラ n ニングの限界をめちゃめちゃ試したよ。それがテキスト2テキストのトランスフォーマーでねっていう、そういう論文でございます。というわけで、まあ、この論文の中身とか T5 の紹介に入っていく前に、時代背景をサクッとおさらいしましょう。 いというわけで、いっというわけでこんな時代でございました。もう最近の時代背景、全部これです。トランスフォーマーすごい、バートすごい、GPT すごい、イエーイという時代でした。2017年にトランスフォーマーが出てから、もう2年ぐらいしか経ってないですけどね、ドバ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 ーっといっぱい出てきまして、もう大量にいろんな手法がもう乱立されたんですよね。やれやれやこれや、ちょっとこう書いてみましたのよくなりました。ドバーッと。 という時代にあって、じゃあこの T5 が何をしてくれたのか。これがね、すごいポイント、実は2つあるんですけど。ほい、書いてみますね。 はいかけましたもうこの2つです。まずこの後説明するテキストとテキストのやり方、これがね、まあ、この前後から流行り始めたんですけど、めちゃいいじゃんということで、このブームに火をつけます。でもう1個、大量の手法が乱立してきたんですが、もうこれ、めちゃめちゃ調べます。あれもやってみる、これもやってみる、それもやってみる、どれもやってみるって、うわーっていろんな実験をした結果、これが一番いいんじゃないの、どんっていう、学習法とか使うデータの決定版を出してくれたと。 これがね、なかなかすごいんじゃないかなと思います。こいつは2番目、こいつは4番目で扱うので、楽しみに待っててください。でね、T5 すごいポイント、まあ、いろんなことを調べましたよ、整理しましたよ、テキストとテキストやりましたよっていうだけじゃなくて、ほ、はい、その時検証に使った手法24個のタスクの中の18個でステートオブジェアと過去最高性能を叩き出しました。すごいでしょう脳書きタレントだけじゃなくて、75%で最高性能を出しました。でもね、ちょっとね、翻訳だけはね、 既存の最高のやつに勝てなかったんですよね。まあ、T5 は今までの手法を全部統合してやります、イエーイってやつで翻訳用にチューニングはしてなかったんで、さすがに翻訳3つでは負けちゃったんですが、それ以外の一般的な言語理解タスク21個の中の18個で勝つというね、まあ、なかなか凄まじい記録を出してくれたのがこの T5 くんでございます。はい、というわけでお待たせしました。じゃあこのテキスト2テキスト何がすごいのっていうのを次の黒板でやっていこうかなと思います。 はいというわけでテキスト2テキストの凄さについて見ていきたいと思うんですがまあそれ見ていくまでに今までってどうやって自然言語処理のタスクを解いてたのかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。 はい、書けました。今までどうやってたかっていうのを4つの自然言語処理タスクで考えています。1個目が英読翻訳。まあ、英語からドイツ語に翻訳してくださいっていうタスクです。2個目、NLI。これはナチュラルランゲージインファレンスの略で、1個目の文章と2個目の文章が与えられます。で、1個目に対して2個目が同じ意味、賛成してるのか、反対してるのか、中立な意見を言ってるのか、この3択を見分けてくださいっていうね、結構文の意味分かんないと解けないタスクが NLI ですで。3番目は簡単で2つの文章の類似度を判定してねっていうやつ。で、4番目はクエスチョンアンサーで、まあ、 なんか英語のテストみたいなやつです長文読んで問題があって答えるっていうそういうタスクでこれは今までどういうふうなフォーマットで解かれてたかっていうとはいこんな感じでございますタスクによって正解とされるものが変わってくるんじゃないかと思いますちょっとちっちゃいかなほ、はいでかくしましたはい まず翻訳であれば、ハイ配アイシアと、まあ、同一語の文章が出力されます。ナチュラルランゲージインファレンスの場合は、同意ですよ、エンテールメント。逆のこと言ってますよ、コントラディクション。中立ですよ、ニュートラルっていう、この3択を選びます、まあ。単語を選ぶんじゃなくて、0番、1番、2番のどれの番号ですかっていう3分類の問題になります。で、類似などの場合、これ、今回やったタスクは STSB っていうやつなんですが、これ1点から5点までで類似度が振られてるんで、何点ですかっていうのを答えます。 でクエスションアンサーの場合は答え、例えば相対論作った人は誰ですかだったらアルバート・アインシュタインって答えそのまま書きますし、まあ、なんか選択肢 ABCD とかだったら B とかいう選択肢を回答にします。なわけで、入力はね、全部テキストなんですよ。だけど出力のフォーマットがすごいまちまちで、はい、もう様々って感じですね。テキストの場合だったり、012の ID で答える、まあ、選択肢の場合も ID で答えるとか、あとは類ジ度の場合は数字返します。 でスクエッションアンサーのもうその単語を答えてくださいってやつだと、まあ、短いテキストっていうか、ほぼ単語ですよね。アルバート・アインシュタインとかエッフェル塔みたいな。 まあそういう単語を答えますよと、まあ、バラバラなんですよね。まあでも、それはそうじゃないですか、タスクが違うんだから出力バラバラですよっていうのは当たり前なんですけど、これ、バラバラであるくはゆえに、学習法全部変えなきゃいけないとか、モデル全部変えなきゃいけないとか、こうプリトレーニングして全体の基盤ズドーンって作っても、ファインチューニングの後に結構これ、別々に作り直さなきゃいけないんですよね。それがちょっとめんどくさいなーっていうのが、過去の課題としてありました。 ですが、ここで,できた出てきたのがテキストとテキストで、それだとね、こんな感じになるんですよ。一気にズドーンと書いちゃいますね。 はい、書けました。ちょっと見切れ,切れ,見切れてるけど、ニュートラルって書いてます。はい、書けました。というわけでですね、テキスト,トゥーテキストだと、こうなります。これ、どこに注目してほしいかっていうと、まあ、入力はごちゃごちゃありますよ。ですが、この出力、出力がですね、全部テキストになってます。英読翻訳だったら、意気イせしや、アイシアっていう、まあ、ドイツ語の文章を返します。これは変わってないですね。 NLI の場合は、もともとは012っていう ID を返してたんですが、文章を生成するのと同じように、単語を1単語だけ書きます。エンテイルメントなのか、コントラディクションなのか、ニュートラルっていうのを1個ポンって書きます。この3つから選んでくださいっていうんじゃなくて、出力してください、ボンって AI 君、この T5 君に頼んだら、なんか1単語だけ返してくれるように、ちゃんとなるように学習すると。そんな感じでございます。で、この類似度の時もね、もはや数値をテキストにして返してきちゃうという荒技をやります。 で、最後、QA の場合、クエッションアンサーの場合は、まあ簡単ですね。答えとか選択肢をそのまま単語でボンと出すと。ともかく出力を全部テキストにします。というわけで、これがテキストとテキストなんですよね。もともと入力全部テキストだったじゃないですか。なんで全部テキストを入力してテキストを出力するっていう、まさにテキストとテキストの問題に書き換えますよというのが、この発想でございます。でもね、もともとみたいに、あやまいせや、 はいって言われても、えー、な、な、何したらいいんですかみたいな、あうど,どうも、はじめまして、私はってなっちゃうじゃないですか。だから、ちゃんと、このテキストの中で何をしてほしいのかっていうのを最初に伝えながらテキストで入力します。例えば、英語翻訳の場合は、Translate English to German というわけで、英語、をドイツ語に翻訳してね。で、翻訳してほしい文章は、あやま、エセアだよっていう風に言って渡してあげると、ちゃんと意気配アイシセアっていうのが出てくるし、NLI の場合は、MLNI とか WNLI とかまあい,ろいろあるんですけど、まあ、こういう NLI のやつですよ。 でプレミス、分の1個目はこれで、ハイポセシス、2分目はこれです。こうなったときに、2分目って1分目と同意ですか、それとも否定ですか、ニュートラルですかっていうのを聞いてやります。で、ルイスの場合は、今回解いたのは STSB っていうタスクだったんですよ、実は。 というわけで、STSB って最初に教えてあげて、センテンス1はこれです。センテンス2はこれです。類似とどんなものですかって聞くと、これが出てくると。まあ、こんなふうに、どんなタスクをやるのか、そして、この後続く文章はどういう意味のものなのかっていうのを、なんかこう、入力のフォーマット変えてとか、こういうふうなモデルにしてじゃなくて、文章でテキストで教えてあげる。これがテキスト2テキストでございます。 はい。というわけで、まとめて書きました。こんな風に、どんなタスクですかこの後続く文はどういう役割のものですかそして入力したい中身はこれですよっていう、これを全部言葉で入れます。まあ、人間の言葉で例えるんだったら、ちょっと英語からドイツ語に翻訳してよ。で文章は、あやまいせやなんだけど、とか、ちょっとさ、今から2文あげるから、これが、 同意なのか否定なのか、中立なのか教えてで、1個目がこれで、2個目がこれだよみたいな、こんな感じに入力して、全部テキストへ出させる。すべてをテキストで入力して、テキストに出力するのが、このテキスト定度テキストの工夫でございます。で、これやったら何が嬉しいかっていうと、もう全部テキストじゃないですか。というわけで、全部同じ問題になるんですよね。ということは、全部同じ手法で学習できるし、なんなら全部同時に学習できると。 1>, 1個のモデルを作るだけで全部に対応できますよっていうのがこのテキストとテキストの思想でございます。じゃあ今言ったことを書いてみます。はい、書きました。テキストとテキストでは入手力は全てテキストなんで同じ方法でやれるし。 同時に学習できちゃいます。同じ方法でっていうのは実際、今回すべてのタスクを最優方で学習しますし、同時に学習します。マルチタスクランニングとかいう方法で。で、しかも同じモデルでやります。もう1個で全部できるイエイみたいな、そんな最強な手法がテキストとテキストでございます。ほ、はい。というわけで、テキストとテキストが何者なのか。 だんだんだいたい話したんじゃないかと思います。というわけで、じゃあ、これを達成した T5 のモデル君、それはどんなものだったのかなっていうのを次の黒板で見ていこうかなと思います。はい。というわけで T5 のモデルについて見てみましょう。まあ、ぶっちゃけ T5 の論文の中ではモデルの工夫ってあんまり大きくないので、サクッといきます。じゃあ、書きます。 はい、書けました。じゃーん、こんな感じです。ちょっと見てきまーす。はい。で、T5。T5 君は論文のタイトルのとおり、そしてこいつの略称のとおり、トランスフォーマーが使われています。というわけで、バードとか GPT とは使って、エンコーダーデコーダーモデルが使われています。はい、ちょっと歴史も絡めて簡単にお話し,します。トランスフォーマーはもともと翻訳のためのモデル、翻訳のためのモデルで入力言語を処理して、それから出力を出すっていう、エンコーダーデコーダータイプにアテンション、マルチヘッドアテンションを使ったものでした。 で、え、これめちゃめちゃすごいじゃん。エンコーダーの部分だけでめっちゃやれるじゃんっていうのがバーと、デコーダーの部分だけでめっちゃ生成しようぜっていうのが GPT でございました。で、ここに来て、それぞれね、あの発展してきてたんですが、今回 T5 ではエンコーダー、デコーダーに戻って、トランスフォーマーになります。 でそんなトランスフォーマークに対して、この4つの調整を加えます。まあ、あの細かく知りたい人は読んでもらえればいいと思いますけど、まあ、レイヤーノーマ,マルテーションにバイアスコーなくして、レイヤーノーマルテーションはスキップコネクションの外。だから、えー、フィードフォワードとマルセットアテンションのところの前後にスキップコネクションがついて,てで、レラティブポジショナルエンベディングっていうのが、クセルネットかな、以降使われてたと思うんですけど、それのさらにシンプル化したバージョンっていうのが使われてます。 で、最後、まあ、これも e XL c e n e t とかその前ぐらいからよく使われてましたけど、エンベディングとソフトマックスの揉みは共有しました。まあ、そんな劇的に変えてないですね。いろいろいじりましたっていうやつを使いました。で、T5 でステートオブジェアートをドドドドドって取ったのは、はい、これ、T511 ビリオンってやつで、この11ビリオンは何かっていうと、パラメーターの数です。まあ、110億個ですね。まあ、最近は数千億とかが平気であるので、あんま驚かないかもしれないですが、冷静に考えて110億パラメーターあるのは、 めちゃでかいですね。だって1個1バイトでも11ギガ,11ギガになりますからね、パラメータのファイルだけで。1個1バイトなわけないから、パラメータだけでそれぐらいでかいというモデルでございます。実際どこでかいのっていうと、まあ、D モデルが1024とか、レイヤーの数、これトランスフォーマーブロックの数が24っていうのは、これはバートラージとあんまり変わらないんですが、ここからめちゃでかくて、まあ、えっと、H。 マルチェットアテンションのヘッドの数は128個。これ普通、この4分の1ぐらいだったと思うんですけど、まあ、128個にしてで、マルチェットアテンションの中で使うキーとかバリューの次元も128にします。この2つのペアが、ねまあ、めちゃでかいなっていうのと、フィードフォワードネットワークのところの中間層の次元が65,536次元になってます。でかーっていうか、なんでここだけ増やしたのっていうか、まあ、私も、いやなんでってまああの思うんですけども。 これ TPU 使って学習されてて、TPU って電子のマトリックスの積極が早いらしいんですよね。だけでここめっちゃ次元上げても、まあ、動いちゃうんですよ、TPU だと。というわけで、まあ、TPU の特性を生かして、ここをめちゃめちゃでかくしましたって書いてありました。はい。まあ、ここがメインの非線形担当の1個でもありますからね、ここをめちゃめちゃでかくしたんだと思います。はい。というわけで、これが T5 の11ビリオン版でございます。で、こいつを使ってね、いろいろ実験したの、それが本当に素晴らしいんですよ。それを最後の黒板でまとめようかなと。 思いますはい。というわけで、T5 が論文の中で検証してくれたことを紹介していきたいなと思います。で、実にね、この6個のものについてめちゃめちゃ検証してくれました。まあ、1個ずつ見ていこうかなと思います。ちなみに6個は、アーキテクチャーどんなモデルを使いますかアンスーパーバイズオブジェクティブ。えー、プリトレーニングの時どういう学習データを作りますかプリトレーニングデータ、データ何に使いますかトレーニングストラテジー、ファインチューニング。まあ、ファインチューニングの時どうやって学習しますかトレーニングストラテジー、あ、こっちプリトレーニングだ。 はい。プリトレーニングの時はどうやって学習しますか最後スケーリングと、こんな話になります。じゃあ、一個ずつ見ていきましょう。はい。というわけで、まずアーキテクチャーから行きましょうか。今回検証されたのはこの3つです。はい。トランスフォーマーとバートと、あとプレフィックス ML っていう前半バート後半 GPT みたいな、まあ、トランスフォーマーとは違う形の融合があるんですけれど、まあ、この3つが検証されました。で、この3つで今回のプリトレーニングやって、ファインチューニングやって、タスク解いてってやった結果、一番良かったのが、 はい、トランスフォーマーでございました。というわけで、残りの5個の検証は全てトランスフォーマーについて行われます。はい、じゃあ次、アンスーパーバイズオブジェクティブ、データから距離トレーニング用の教師データをどう作るかっていうやつ。これがね、めちゃめちゃ検証されたんですよ。とりあえず書いてみますね。 はい、これだけ検証されました。めっちゃ書きましたね。一個一個見ていきます。まず、プリフィックス A メールスタイルのトレーニングデータか、バートスタイルのトレーニングデータか、ディシャフリングスタイルのトレーニングデータかっていうのが作られました。バートスタイルは今までのマスクドランゲージモデルと同じで、いくつかマスクして他の単ンから当ててくださいってやつです。ディシャフリングはなんか大学入試にあったような気がしますけど、この文章の単語がぐちゃっと混ぜられて、正しい順番に戻してくださいっていう問題をやります。 でプレフィックス LM は上とまあ似てる感じなんですけど、文章の前半と後半を分けて、前半の文は上げます。じゃあ後半のを予測して生成してください。と。これの正解率を上げましょうっていうので、プリトレーニングします。まあ、どれでもいい感じに学習できるんですけど、まあ、一番良かったのが、これ。バートスタイルのマスクドランゲージモデルが一番良かったです。というわけで、じゃあバスクドランゲージモデルの中でも、バートスタイル、MSS スタイル、I、ID スパン、I、ID ドロップっていうのを4つ試しまして、マイナーチェンジね。で、結局一番良かったのが、 これ、IID スパンです、まああの。これちょっとマニアックだから、さすがに中身は説明しないんで、気になる人は論文を読んでください。で次、バートでは15%をマスクに置換して、それを残りから当てるっていうのをやるんですが、このどれが一番いいのっていうのも検証しました。10%、15%、20%、50%で、ちょっと50%にしたらね、さすがにダメダメだったんですけど、この3つはまあ大体同じぐらいでした。バートは歴史的に15%使ってるので、今回は15%を採用します。 でバートスタイルでこう単語を抜いて、マスクして予測してるんですが、まあ、ランダムな位置を外して予測するだけじゃなくて、こう連続してごそっと、例えば連続5単語を落とすとか、連続3単語を落とすとか、そういうふうな落とし方をしてから学習した方がいいんじゃないのっていう説もありました。というわけで、ランダムにやるやつ、平均長さ2のスパンをドロップするやつ、平均長さ3のスパンをドロップするやつ、5のやつ、10のやつっていうのを作りまして、 平均長さ3のスパンをドロップして、それを予測させるっていうやつが一番良かったらしいです。というわけでね、まあ、こんだけの回数実験して、バートスタイルの IID スパンの15パンドロップのスパンの平均長さは3と、これが一番いいと分かったらしいです。よく調べてくれましたね。ありがたやって感じです。はい。というわけで、プリトレーニングのデータをどうやってデータから作るんですかっていうのは、この戦略が一番いいよっていうのが出てきました。はい。じゃあ、それ作るために使うデータはどれがいいのっていうのが次のテーマで。 はい。次の4ジャンル。1,2,3,4,5,6。プラもうちょっとぐらいのデータで検証しました。一個一個見ていきます。まず C4 っていうデータを今回新たに作りました。コモンクロールベースの、まあ、きれいにした C4 っていうので、750ギガぐらいのデータを作りました。これで基本的にはやりましょうっていうのが一つ目。で、この750ギガのデータは、もともと20テラある中から、なんか変なやつ覗いて、変なやつ覗いてって言って作ったやつなんですよね。それを覗かないで20テラのまま使うのがアンフィルターと C4 です。 さらに今度逆に C4 の中から絞りに絞ってニュースっぽいやつ、リアルニュースっていうデータセットに近いっぽいやつだけを残したリアルニュースライクな C4 と、さらに Web テキストっていうレディットに投稿されてた文章だけから作りましたってやつが前あったと思うんですが、この C4 の中でレディットに投稿されてるやつを抽出して作った Web テキストっぽいやつっていうのも作りました。 で最後のやつは Wikipedia のデータとか、あとは Wikipedia にブックコーパス加えたやつとか、まあ、この4種類でプリトレーニング試して、学習してっていうのをやりました。でやった結果、一番良かったのが、ほ、はい、C4 でございます。まあ、残りの3種類どうなったのか、もうちょっと簡単に説明します。ほ、はい、まずアンフィルタード C4。アンフィルタード C4 はね、ちょっとダメでしたね。機械が自動生成したテキストとか、あとはそもそもソースコードとか。 エラーメッセージとか、そういうのもドバドバドバって入ってきちゃってたんで、まあ、普通に精度が下がりました。こいで次で。ニュースライクとかウェビテキストライクとかウィキペディア、それに本を加えたやつらっていうのは、まあ、こんな感じだったんですよ。はい、相性いいタスクでは性能が上がったけど、全体的にはまあ、下がったとは言わないけど、そんなよくならなかったって感じでした。というわけで、ちょっとあんま良くないねって話になりました。相性いいのは、例えば、もうそれこそニュースのテーマを題材にしたタスクとかあったんで、そういうのは、ね、ニュースでプリトレーニングしたやつが強かったです。 あとは、スクワットとかはウィキペディアのデータを使ってその問題自体が作られてるんで、ウィキペディアでプリトレーニングしたら普通に良かったんですが、まあ、全体的にはまあ、容易というよりか、まあ、トントンかあんま良くないかなぐらいでございました。 このあと、このスケーリングの話にも出てくるんですけど、あの学習の時間長くした方が精度が上がっていく傾向があるっていうのが分かったんですよね。学習の時間長くするためには、データの量がたくさんあることが重要なんです。同じデータを何度も何度も見ちゃうと、まあ、60回以上見始めると、ちょっとね、あの科学習というか、記憶が始まっちゃって良くなくなるというのがありました。で、これね、C4 から w e b t e x t ライフにするときに、500分の1ぐらいにデータ減るんですよ。 となると、まあ、同じやつを見る比率が500倍ぐらいになるんで、60回とかのラインのも踏み越えちゃうし、より長い学習とかもできなくなっちゃうんで、まあ、よりなんか分野を絞ったやつは、まあその分野特化の AI 作るんだったらこれでもいいかもしれないけど、まあジェネラルパーポスなね、すごいやつ作るぞっていう時においては、ちゃんとでかいやつで絞らないで、これで長い時間学習する方がいいんじゃないのっていうのが、このプリトレーニングのデータで分かったことでございます。はい、半分。じゃあ右側いきます。 はい、じゃあ訓練のストラテジーをいきます。これは3種類比較しました。はい、この3つです。どういうことかっていうと、ファインチューニングのときに、オールっていうのは、もう全部のパラメータをズドーンと更新かけます。で次、分かりやすいのがグラジュアルアンフリージングってやつで、最初は一番上の層だけ学習、あのファインチューニングして、下の層はそのままっていうふうにやります。 で上の方が落ち着いてきたら、じゃあ上から2層まで、2層目の固定っていうのを解除して、上から2層までを学習して、まあ、下の方は固定とで。だん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 固定してるのを外していって、最終的に全体やりますよっていうのがグラジュアルアンフリージングです。まあ、このオールでやるより計算コスト少なくて済みます。でアダプティブレイヤーっていうのは面白くて、くて、今あるやつに新たなレイヤー追加するんですよね。それを追加することによって、微妙に出力が変わる層っていうのを追加して、それだけ学習しますというのをやります。こういう工夫もあります。 というわけで全部一気に再学習、ズド,ドーンとやるか、アダプティブレイヤー加えるか、グラジュラルフリーズングで1個ずつ高学習していくかってやつなんですが、結局強かったのは、はい、全部普通にやるやつでした。まあ、グラジュアルフリーズングの方が一応計算コスト軽いんで、まあ、いいかなって気もするんですけど、まあ、もうここまで来たらケチケチせずにオールでやっちゃえばっていう話でございました、はい。じゃあ、プリトレーニングどうするのか見ていきましょう。 はい、かけました。次の4通りでやりました。1個目がアンスーパーバイズドってやつで、まあ、これが今までのやり方です。C4 からさっきの方法で作ったデータだけでやるってやつです。ただ、T5 の面白いのは、C4 もテキスト入力して、テキストを出力してくださいっていうテキスト2テキストでプリトレーニングするんですよ。ってことは、本番用の問題もテキスト2テキストだから、フォーマット一緒なんで同時にできたんですよね。 単に全部入力も出力もテキストなんだから、ズゴーッとデータ全部くっつけて、ランダムにドバドバドバーって出してやれば、もう全部同時に学習できます。C4 用のプリトレーニングも、本番用のタスクのトレーニングも同時にできちゃいます。それをマルチタスクラーニングってここでは呼んでます。わけでアンスーパーバイズドは C4 だけでやった今までながらの方法。 でマルチタスクのやつでは、このデータの混ぜ方が3通りあって、一番下が一番ダメなやつですね、あの同じ個数ずつデータセットから出すってやつで、データ量が多かろうと少なかろうと、そのデータセットから同じ回数だけ出してくださいって言うんで、少ないデータセットの場合、何度も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 そいつが出てくると、まあ、ちょっとあんま良くないやつ、まあ、ベースラインとして一応使われてました。 でまあ、有望なのは2つで、エグザンプルズプロポーショナルミキシングっていうのが、まあ、大体そのデータ量に比例した回数を登場するようにしますよっていう方法で、テン u ラチャースケー n g ングミキシングっていうのは、温度パラメータを導入して、この登場頻度を変えたやつなんです。で、一番良かったのは、まあ、今まで通りのやつが一番良かったんですけど、でも結局採用されたのはこっち、エグザンプルズプロ i ーショナルミキシングの方が採用されました。 なんでっていうと、まあ、こっちの方が良かったんですけど、まあ、差がすごい微妙だったんですよね。だとしたら、今回、テキストとテキストのやっぱ主張っていうのは全部同時にできますよっていうことなんで、このマルチタスクの方が利用されました。で、こっちの方もね、あのハイパラいろいろあるんですが、それあんまチューニングしきらない中でも、これと一緒だったんで、まあ、将来性とかも考えたら、最終的にこっちの方がいいんじゃないのっていうことで、こっちが採用されました。じゃあ、最後、スケーリングについて見ていきます。 はいで最後はスケーリングでございます。もしあなたが今の計算資源の4倍持ってたら、どこにベットしますかっていう問いを立てます。まあ、もちろん全部でかくすればいいんですよ。トレーニングのステップサイズも増やくする。長い時間学習させるし、バッチサイズもでかくするし、モデルもでかくするし、アンサンブル学習でいっぱい作るってやればいいんですが、まあ、でも4倍ってなった時に、じゃどこに咲きますかっていう問題を出されました。でとりあえず、これ4倍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 っていうのを全部試したんですが、全部良かった。 どれをやってもよかったんで、まあ皆さん、使い方に応じて好きなやつでやってくださいっていうことになってました。 例えばバッチサイズとかでかくしても、これ学習が大変になるだけで推論変わらないんですよね。これも学習長くなるだけで推論の時のコスト変わらないんですけど、モデルでかくしちゃったら学習も推論も大変になるんで、まあそういうのではこれやんない方がいいかなとか、アンサンブルもそうですね。これも学習も推論も大変になるんで、とかとか、これ全部計算資源の食い方は4倍になるんですが、細かく違うんで、まあ好きなやつ選んでくださいっていう感じでした。実際 T5 の11ビリオンの学習の時は上3つは使われて、下のは使われませんでした。 はい。というわけで、話すだけでもこんな時間かかる、これだけのチェックを T5 は、Google さんはやってくれました。こんだけ乱立してたけどね、結局オレンジチェックがついてるところをやれば一番いいですよっていうのをやってくれました。これめちゃ大変ですよ。トランスフォーマー1回プリトレーニングして、で、ファインチューニングしてってだけでも大変なのに、数十回ぐらいは軽くやってますからね。 まあそれをやったことによって、これが一番いいんだよっていう、今のベストプラクティスを出してくれたのは、この T5 のめちゃめちゃでかい貢献なんじゃないかなと思います。ただ、論文の中でも言ってましたが、これ、組み合わせはやってないんですよね。 もしかしたら、バートのやつにして、ここはプレフィックスにして、で、ここはグラジュアルにして、ここはあれにしたらもっと良くなるっていうパターンがあるかもしれないですが、ここだけ変えたらこれが一番いい。ここだけ変えたらこれがいい。ここだけ変えたらここがいいと。まあ、一個一個のやつでやってるっていう限界はあるにせよ、でもこれがベストですよ。実際、ステートオブジャート取りましたよっていう話でございます。で、皆さん、もうぜひね、 原論文を読んでほしい、この後。こんだけ話して、こんだけ内容濃いものをお伝えしましたが、めちゃめちゃ端折りました。この動画で喋るために。なんで、もう論文を読んでください。超勉強になります。あれ一本読んで、あれ一本ちゃんと分かれば、もうトランスフォーマー系の学習は、この時代までのほぼちゃんと理解できたと言ってもいいんじゃないかってぐらい、めちゃめちゃまとまってるんで、ぜひ読んでもらえればなと思います。アッペンディクスのこいて44ページあるんで、結構大変ですけど、読まれることをお勧めします。はい。 というわけで今日の動画はここまでです。ありがとうございました。いつものように面白いなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとまた来週もね、こんな感じの動画出しますんで、良ければ通知もオンにしてください。あとはコメントとか Twitter も待ってます。はい。というわけで今日の動画はここまでです。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。自撮りタイム。あ、これいいじゃん、サムネに。じゃあこれサムネにしまーす。はい。 じゃあお疲れ様でした。今週もまた来週会いましょう。また次の動画で会いましょう。じゃあ、バイバイ。